こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青始めていきたいと思います。サンダーボルトですね、1位。あと2戦やれば休みが待ってます。早速いきますか。トリネアスナ2は確保しておきたいですね。来年のアジアチャレンジのためにも。コーナーキックになってしまいました。クリア、ここは逃れます。そして逆に緑が1対1決めました。先取点です。もっと攻めよう。こぼれ球を一気に緑が追っかけていって一対一になって決めました。
力カードをどんどんいただいて、それを持ってパワーアップを。ボールをスローイン。ほとんどありません。試合終了、2対0で勝利です。課題もいただきましたね。あーっとくるみ怪我、痛いな。勝ち点差7、2はキープ。とりあえずスタメンを変えず、交換するしかない。エリカでユーナを出す。試合やってみましょう。ね、それ那覇ですね。
くいですね。サイドですね。フィタルチームは機敏ですね。縦パス緑、もう3敗してますからね、かなり厳しい。シュートは7点差あります。何かキック力がすごい強いな。しまいました。パスコがいる、相手ボールをスローインです。ヨガメンターだけか、見つけをキャッチ。さあこれ決めることできるか、なかなか決まりません。隙がないな、危ない。ちょっと相手ボールを捉えてる時間が長い。前半終了です。点を取っておきたい。縦パスだがこれはカットされてしまう。相変わらず遅く力だなあと反則をやってしまった。ラストです。来るのはまとめましたね。ナイスがちょっと足がナイス。ゴールキックですね。足が動きません。動いていきます。サヨ、ナイスサヨ、入った。先取点、少ないチャンスを生かした。
さん、ナイスプレイ。さらに渡ります。ここ越えた上で抜けて、キーパーの足元を吸い抜けていった感じでしょうか。勝利です。ですね、5点差に縮まりました。13試合なのでまだ逆転のチャンスは残されている。そうか、2引き分けしかしてないのか。相手は負けがまだ1回もないんですね。怪我をしてしまったのは痛いが、もう移籍する必要はないんじゃないかなと思います。
大事なツボが流ませんしっかり取っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、プレイリスト表示されております。ぜひご覧ください。公式戦2連勝をお送りしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画